アルファこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回なんですが、ついに来ました8周年フェスカウントダウンガチャ来ましたね。シリハピカウントダウンガチャ本日スタートになってます。2022年9月1日木曜日12時から2022年10月の10日まで開催中ということで始まりました。シリハピカウントダウンガチャ、まず初日はこちらですね。ジョブガイデン回していきたいと思います。全シリーズ回していきたいと思いますので、いやー楽しみですね。何が来るんでしょうかね。8周年新しいコンテンツ楽しみにしているんですが、さあ行きましょう。シリアピカウントダウンガチャ来たー。この曲めちゃめちゃいいっすよね。はい、それでは行きましょう。全部で行きます。ミスリルは温存で行きたいかなと思います。さあドクターモグ頼みますよ。初日、おもういきなり、もうそうだよね、嬉しいですよね。いきなりもう来ましたよ。こっから演出が来るかもって感じですね。あれこれ新規臭いぞ。これはもしかして、うわ D 角マジか。いきなり初日 D 角来ました。来ました、いただきました。うららさんの D 角がまさかのヒーラー D 角、いいですね。いや嬉しいですね。見ていきましょう。これはもう今回のシリハピ大勝利なんじゃないでしょうか。前回のねシリハピもかなり僕いい日だったので、まあ、気になる方は動画は全て残ってるんですが、全体を通してもかなりいい引きだったんですよね。まさかの一発目から初日9月1日、まずは最初のジョブ、いやいいですね。ジョブ外伝編ですが、うららさんの D 角出ました。これは神引きですね。大勝利の予感がもうすでにしました。もう今回のシリハピはもう大満足なんじゃないでしょうか。いきなりもうかなり D 角以上は出ないでしょう。しかもスタメンなのでね。他のメンバーをちょっと見ていきましょう。ちょっとあまりにも興奮のあまり止まってしまいました。はい、デッシーさんなんですが、未勝時 D 角とリミットブレイク戦技 D 角2ですね、持ってないのでこちらもタイミングで回収がしたいなと思ってます。ドクターモグさん、ドクターモグさんなんですが、未勝時が究極真理 D 角、まだまだ結構ありますが、レンズ品で交換できるものもあります。うららさん来ましたね。うららさん、うららさん D 角を手にしたことによってコンプになりましたね。うららちゃんコンプしました。うららちゃんはもう優なコスでやってますので、ちょっと優秀なヒーラーではあるんですが、いろいろね場面では使えるんですが、僕のプレイスタイルはもう優奈ちゃんを全部のパーティーに使うというあるので、まあ、シリーズ縛りの時にうららちゃんが活躍してくれるかなと思うので楽しみにしています。でウェッチさんなんですが、未処置がまあ2つありますね。超絶とマテリア未処置が引き続き集めていきたいかなと思います。ビッグさんなんですが、一応 D 角覚醒と、まあ、持ってるんですが、未処置はかなりたくさんあります。十分スタメンに動けるぐらいの戦力はあると思います。他のメンバーを見ていきましょう、まあ、ジョブ枠だと必殺技持ちのキャラもいるんですが、一応見ていきましょうか。持ってないのありますね。これレンジで交換できないから、まあ、レアっちゃレアですよね。ナイトさん、ナイトさん持ってますね。モンクさんはない。赤魔同士は持ってる。黒魔同士はレンズ品で交換できる。はい、魔人はなし。白魔同士はレンズ品で交換できる。同士ないですね。召喚士は持っていますと。侍、僕のこのシリハピガチャでここのジョブ枠見るの実は初めてかもしれません。勇気士はなし。ダークナイトなしですね。魔法剣士ないですね。バイキングないですね。バーサーカーですね。カリュー専用レンズ品で交換できますね。シーフな
足ですね。吟遊詩人、レンズ品で交換できると。忍者、なしですね。剣闘士、なしですね。一応外伝も見ていきます。ここからも初めてあのジョブ系のところをいじったのかなと思います。はい、来ました。レンさん、マテリア持ってて未所持が2個あると。ランさん、未所持3つありますね。覚醒持ちではあります。クモロ、バーストが未所持ですね。エボさん、バースト未所持、マテリア持ってると。リーグさん、超必殺が未所持、レンズで交換できますと。タマちゃん、タマちゃんね、シンクロ D 格究極超絶覚醒と強力なやつが持ってないですね。フルグレが確かあるじゃないでしたっけ。フルグレ覚醒だけ持ってるという感じです。マテリアは持ってますと。ヘナクロさん、ヘナクロさんは未所持がまあ強力になりますね。覚醒 D 格新容器とリミットブレイクチェーンもいいですね。地属性、地属性魔法も結構揃ってるからあれなんですけど、ヘナクロさんもちょっと使いたいなっていうのありますね。セラフィーさん、こちらも強力な D 角覚醒。それこそ D 角も闇ガチャ系でポンと出てきたような記憶があります。 D 角覚醒のみになってますね。持ってるのは結構強力なので、弱体もできるのであれですか、揃えていきたいっていうのがありますね。レインさん、シンクロ覚醒持ちですね。フィーナさん、何気にコンプしているというシンクロ覚醒。ラスペルさん、オバフロ奥義のみ。実はレインさんはあれなんですよ、最初のあれかな、ゼツムとかでも使ってたんですよね、スタメンで。シンクロ覚醒持ちがレインさんしかいなかったので使ったんですよね。結構ジョブが薄かったのでその時は使った記憶がありますね。はい、初日ですがかなり大勝利な結果となりました。引き続きファイナルファンタジーレコードキーパーシリハピカウンター毎日更新動画アップしてきますので楽しみにしていただけたらなと思います。気軽にコメントくれたら嬉しいです。 DJ ソラズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。